んばんは。ニハオ。はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、達人試写会です。いよいよです。ドキドキです。はい、村久もね、ゴーストエージェンシー。はい、今日もすごいいろんな達人の先生方が、達人。はい、この3人の達人が出る映画村久もゴーストエージェンシーの達人試写会がこれから始まります。はい。今日もね、達人の先生方に見てほしいですもんね。見てもらいたいですね。皆さんがどんな感想を。いや、もうドキドキですよ。なんかちょっと初めての演技とアクションなので、ちょっとお世話になってる。なんか恥ずかしいよね。恥ずかしいよね。ドキドキしかありませんけれども、今日これから皆さんに見ていただいて、その後、システマ東京チャンネル、白川先生の東京チャンネルで、皆さんのコメントをいただけますので、ぜひ。こちらもご覧いただければと思います。はい、では緊張しますか。ありがとう、お迎えします。はい、ではお迎えに、はい、行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあお迎えに行ってきます。いや、スキャラになる。あ、すいません、大丈夫です。マーシャルアーツエンターテイメントムービー映画村久もの、YouTube 達人試写会に、ご来場いただきまして誠にありがとうございます。マーシャルアーツエンターテイメントムービーというコンセプトをもとに、今回立ち上げてみて、今ここにいる皆様がですね、今後出演していただける可能性があるなと思って、私はこれで吟味させていただいております。はい、楽しみながら見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、それでは映画村久もゴーストエージェンシー達人試写会、どうぞお楽しみください。娘を探すことを諦めた元刑事、ある日娘は殺人事件の容疑者として目撃された。アゲハ、アゲハ。アイキ、システマ、キック、総合、無知見からの襲いかかる運命に拳で挑む。戦い、戦い、戦う。村久もゴーストエージェンシー。いや、シリアも私の妹みたいなものなんですけど、素晴らしい映画 で演技がまた素晴らしかった、女優としてもアクションスターとしてもね、素晴らしい。そして、なかなか面白いこの物語で、出演者のみんなもね、私の知ってる人も何人も出てたんで、迫力あるあのアクション映画、面白かったです。ぜひいずれ香港でもね、ジャッキー・チェンとかいう香港のスタートとかも一緒に交えた映画がいつか見れるような気がします。すごいいい映画でした。アクション素晴らしかった。日本のアクション素晴らしい。これからも頑張ってくださいね。あすみちゃん頑張れ。アクションがもうものすごくて、改めてこのアクションの凄さとか映画のストーリーとともに主題歌も私たち自身もすごく楽しめたので、そういった点もいろいろと楽しんでもらえたら嬉しいな。ストーリー性の中にやっぱり歌詞の意味合い、言葉の重みっていうのがすごく入っていくんだなっていう瞬間を自分で改めて感じたりとか、一人一人出てる人たちの思いが少しでも届いたらなっていう、そこを底上げできたらなっていう思いを込めて僕も歌ってるので、ちょっともう一回最初から見たらなおさら面白いんじゃないかなみたいな、そんな内容になってたと僕は思ったんですけど、はい、どうですか。なんか本当にすごくリンクする部分がたくさんあって、主題歌の歌詞とかも一緒にこう見ていただいて、映画とこう照らし合わせていただいたら、いろんなことを感じてもらえるんじゃないかな。大迫力のアクションお芝居、私たちが歌うあの映画ブラックも主題歌ルテンも全てトータルで楽しんでいただけたらと思います。はい、通りすがりの浅井星見ファン岡秀樹です。本当にいい映画を見せてもらいました。
ホシミンの魅力爆発してるし、監督さんがねすごくこだわって世界観を作ってて、マイケル・ナイト・シャマランが模様ドラゴン撮ったらこんな感じなのかなと思うくらいの、本当にすごくオリジナルな魅力にあふれたアクション映画であり、ハートフルな家族ものだと思います。ぜひぜひ皆さんご覧になってください。よかったっすよ、ホシミン。本作はマーシャルエンターテイメントムービーという、名をもとに、やっているんですが、ホシミさん、北川先生、白川先生、YouTube でも有名な3達人が、この作品の中で、活躍活動しています。で、今回この作品を作っていくのに私が脚本上でもよく考えていることは、本来あるかもしれないもう一人の自分というものです。で、実際達人の皆さんは日常生活ではその爪を隠しているわけですけども、もしもこういう設定とこういう役で戦わざるを得ない状況に陥ったらっていうようなものがこの映画の中では実際に見ることができます。達人は現代のスーパーマンにもなり得る方たちです。その技術をそのままに、三達人の本来あるかもしれないもう一つの人生をぜひ垣間見てください。よろしくお願いします。もう皆様本当に今日ありがとうございました。お疲れ様でした。本当にたくさんの方にね、いらして本当に嬉しいです。もう先生方本当にありがとうございました。ありがとうございます。あのシステマ東京チャンネルでも白川先生のチャンネルでも、はい、あのその様子コメントを撮って皆さんにお届けしておりますので、ぜひそちらもご覧ください。お願いします。お願いします。もうなんとね、もう7月28日からとうとう始まります。始まります。7月28日、渋谷ヒューマックス、そして横浜ブルグス13、大阪 T ジョイ梅田、はい、この1週間でたくさんの人に見に来ていただければ、はい、全国に広がりますので、ぜひ皆さん、はい、7月28日から劇場に足をお運びください。お待ちしてます。